とは1980年代のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンの政権したアメリカ合衆国において莫大な貿易赤字と財政赤字が並存していた状態を指す。クリントン政権下の1998年には財政収支のみ黒字となったが形状収支は赤字のままで、ジョージ・ワーカー・ブッシュ政権下において財政収支が赤字となり再び双子の赤字となっている。 また、英国も双子の赤字の状態にある。米両国とも、かつての資本輸出国であり成熟した工業国である。その他、インドネシアも2011年より、形状収支が赤字となり、双子の赤字の状態にある。2018年では、トルコやインド、フィリピン、エジプトも双子の赤字の状態となっている。1980年代前半に、 経済学者のポール・クルーグマンがアメリカの双子の赤字が深刻な経済危機をもたらす恐れがあると警告し当時のアメリカの双子の赤字が維持可能であるか否かという問題提起を行い全世界に衝撃を与えたクルーグマンは双子の赤字が維持不可能となる条件として長期金利が名目成長率を上回る状態が続くことを主張したこの背景には レーガン政権において、高金利政策が行われたことによって、ドル高が進行し、輸出の減少と輸入の増大が起こったこと、また、スターウォーズ計画のような防衛政策に対する巨額の財政支出や減税政策が行われたことなどがある。こうして、海外からの輸入によって、需要超過を満たすことに成功したアメリカは1970年代の高インフレから脱出することに成功した。 この形状赤字により1986年、アメリカは純債無国に転換した。そして、ジョージ HW ・ブッシュ政権時代の1992年には、財政赤字はピークに達するとともに、形状収支は均衡に近づいた。その次のビル・クリントン政権時代には、次第に財政収支が均衡に向かい、1998年から2001年に、 かけては財政黒字であったものの形状収支の赤字は拡大の一途をたどった。ジョージ・ W ・ブッシュ政権においては減税政策やイラク戦争の戦費、IT ブームの終了などが重なったことから財政収支が赤字化し再び双子の赤字となった。その後、財政赤字と形状赤字は過去最高を記録している。また、 GDP に対する形状赤字の割合も1980年代のピークを上回っている。国民経済においては、家計、企業、政府、海外という4つの主体が存在する。一般に、とした場合、となる。式を変形すると、となる。これは、総貯蓄マイナス総投資やイコール貿易収支、NX ということを意味する。他の項目が変わらずに、 政府支出 G だけが増加すると NX が減少する。つまり政府支出を増やすと貿易収支が悪化するということを意味する。また政府支出増加は財政収支悪化も意味する。このように財政収支悪化と貿易収支が連携しているという考えから双子の赤字という概念が生まれた。しかし前提条件に 他の項目が変わらずにということがあるように、いつでも成り立つわけではない。現実には、政府支出を増やすための裏付けとして、増税をすれば、家計や企業の課処分所得に影響を与え、国債により調達すれば、金利の上昇の過程を経て、家計や企業の消費、投資計画に与える影響などもある。1990年代後半のアメリカにおいては、 財政黒字と過去最高の形状赤字が同時に発生していた。背景には民間投資の増加による税収と輸入の拡大があったが、その背景には国外資本によるアメリカ国内への直接投資と雇用の安定、情報通信技術の発展に見られるニューエコノミーの立ち上がりによる超大国アメリカに対する信頼感の拡大と域内信用創造の拡大など、 多面的な要素を考慮する必要がある。インドネシア、通貨安の背景。内閣府。2014年10月4日閲覧。問題紛失のインドネシア経済政治リスクで登録成長回復。ダイヤモンド社。http コロンスラッシュスラッシュディアマンドット .jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ446032014年10月4日閲覧。 ジェイミー・マクギーバー、コラム、貿易戦争が翻弄、新興国中銀の抱える、ジレンマ。ロイター、https, jp, ロイター .com、アーティクル、コラム、トレードオーエマージングマーケッツ維持部分、1KK09X2018 年8月14日、閲覧。双子の赤字、インドなど利上げ、摩擦懸念、市場に、政策見直し機運。3KB ズ https w w w s a n k i b i s j p マクロニュース18726 mcb 1兆8072億6060 60万2016 n1 htm 2018年8月14日閲覧酒場光を古代文明の栄光と現代エジプトの混迷一般社団法人日本戦略研究フォーラム 2018年8月14日閲覧。AB あ達政治、講座、ビジネスに役立つ世界経済、第40回、経常収支赤字は悪なのか。現代ビジネス2014年4月3日。ありがとうございます。